フィラデルフィア美術館はアメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアにある全米有数の規模を持つ美術館である。1876年アメリカ建国100周年の際に建設されたメモリアルホールがその起源である。1年後の1877年から美術館として公開された。所蔵品は30万点を数え古代からコンテンポラリーアートまであらゆる時代。 地域、分野にわたっている。所蔵品の質、量ともに、アメリカでも、有数の美術館である。アレンズバーグコレクションのマルセル・デュシャンの作品群は、この芸術家の二つの最重要作品、大ガラスと遺作を含み、20世紀の美術界に、多大な影響を及ぼした、デュシャンの全貌を知る上で欠かせないコレクションである。日本の作品も、 浮世絵4000点以上を含んだ版画5000点、絵本、画像100点余りを所蔵している。映画、ロッキーで有名な正面階段フィラデルフィア美術館は、映画、ロッキーシリーズに登場する。シルベスター・スタローン・扮する、主人公ロッキー・バルボアがトレーニングのために駆け上る、美術館正面階段は、ロッキーステップと呼ばれており、現在では、階段下の右手の部分には、 ロッキーの銅像が設置されている。銅像はロッキーさん撮影のために階段の上に置かれていたが、その後ワコビアスペクトラムに移された。再びロッキー後、最後のドラマ撮影時に階段の上に移動され、マネキンやフィラデルフィアといった他の作品にも出てくる。その後ワコビアスペクトラムの取り壊しが決まり、2006年階段の下に置かれることになった。 ありがとうございます。